1995年の阪神タイガースでは、1995年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。1995年の阪神タイガースは、シーズン途中の7月23日に中村勝弘監督が休養し、代わって藤田大が監督に就任したため、中村監督の6年目のシーズンであり、藤田監督の1年目のシーズンである。 二年連続四人に終わったチームは四年連続打率三割のトーマス・オマリーを解雇し、新たな四番候補として MLB で六年連続二十本塁打以上の実績を持つグレン・デービスをさらに長打力を期待してスコット・クール・ボーを獲得し打線の強化を図った。しかし開幕からいきなり5連敗した上、亀山勤がグレンと激突して、 腰椎骨折の重傷を負うアクシデントもあり、チームは早々と再開に低迷する。5月中旬に4連勝をマークして以降、チーム状態が上向き、中日に変わって5位に浮上。5月、6月は10勝11敗と検討し7月以降の上昇に期待がかかったが、7月に入ると、ヤクルトに2連勝の後、新庄剛の故障離脱が響き後連敗。1つ勝った後、 本拠地、甲子園での連戦が続くゲームで8連敗を喫し、前半戦が終了。中村監督は休養し、後半戦から藤田二軍監督が監督代行に就任。新規一点巻き開始を図るものの、低迷に歯止めをかけることができず、9月には中日に抜かれ、再び再開に転落。この年は、 上位3球団との相性が悪く、4位の横浜には14勝12敗と、勝ち越し、中日には13勝13敗と検討したが、上位陣の草刈り場となり、シーズンを終えた。投手陣は湯船、敏郎、矢部圭一の両輪に加えて、竹内正也、角岳武を、ルーキーの川尻哲郎などの先発陣が、打線の援護に恵まれず、勝ち星が伸びない中で、比較的安定して、 老手を守ることができたものの、救援陣は前年守護神を務めた、古水勝之が9敗を喫するなど崩壊、多くの逆転負けを喫する原因となった。打撃陣では新外国人のグレンとクールボーが主軸を、務めるも打率が伸びず、檜山新次郎の台頭など明るい話題もあったが、亀山、新城の故障離脱などもあり、本類だと打率は、リーグ再開に終わった。 シーズン終了後に1985年の部位戦士、マヨミ信キノブが現役を引退、また藤田監督との確執や市と仰ぐ柏原、順一コーチ解任で球団に、不信感を募らせた新城が突然引退を宣言し、後に撤回する騒動があった。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。色付けは規定投球回数以上の選手。 ありがとうございます。